国の天然記念物、塩川塩川は、沖縄県国上郡本部町浅崎本部塩河原に、ある全長約300メートル、川幅4メートルほどの小規模な河川であるが、日本国内では、唯一塩分濃度の高い河川として、沖縄返還当日の1972年5月15日に、国の天然記念物に指定された。塩川那覇市塩川の位置沖縄本島北部、 本部半島の地質には石灰岩が多く含まれており、雨水が石灰岩の亀裂から地下に浸透し、海岸近くで湧水となっている場所が多くあり、地下には多数の小乳洞が存在すると推察されている。塩川も小乳洞からの湧水を水源とするもので、湧水量は毎秒100リットルを超える本部半島では第一級の湧水であるにもかかわらず、塩分を含むことから、 古くから、昆布の七不思議の一つとされてきた。石灰岩の道口から勢いよく湧き出す水は、そのままわずか数百メートルの小川となって、東、シナ海へ注いでいる。世界には有名な塩湖である視界や、砂漠地帯には岩塩が地表に現れている場所もあるが、これらは水中の塩分が水の蒸発によって濃縮されたもので、 気温の高い乾燥気候という特殊な条件下のもとにできたものである。日本のように適度な降水量がある湿潤な気候条件下では地上に塩分が流出するようなことは通常ではありえない。塩川の湧水口、塩川の水は海水が約4.5倍の淡水に薄められたもので、カルシウム分だけが海水における岩有量よりも際立って多く含まれており、 カルスト由来の石灰分が溶けていることを示している。陸域からの強い淡水の流れが石灰道系を作る流路を海水循環にまで下がって流下するため、海水と地下水が混じり合い、その後に地表に流出すると推定されているが、確定的なものは未だにない。これまでの調査により、明らかになっているのは、塩川の流出量は那覇港の潮位と連動しており、 満潮時に、湧水量が増加し、干潮時に、湧水量は減少する。また、湧水量と塩分濃度は、反比例の関係にあり、水量が多いと塩分濃度は低くなり、水量が少ないと塩分濃度は高くなる。加えて、降水量も塩分濃度に影響を与え、24時間降水量が200ミリを超えるような大雨が降ると、約1日遅れて、 有水量が急激に増これは海水と混合する塩川有水の淡水の供給源が降雨の影響を受ける小乳道の水を主体としていることを示している。希少種の海藻が生息しているとして日本の重要湿地500に選定された。特に気球種に指定されている塩川木化は日本国内では唯一塩川でのみ生息しているが、 大雨による赤土流入の影響で生育環境が悪化している。また近年、塩川周辺を通る国道449号の道路拡張整備により日当たりが良くなり、青のりや青砂糖の他の海藻が繁殖し、日陰を好む塩川木下の生育を妨げている。1972年5月15日文部省、国時代58号、記念物を 史跡等に指定する件、ハット ABC 加藤編、渡辺影高、P920AB 加藤編、渡辺影高、P921、環境庁日本の重要湿地500ナンバー465、塩川塩川木下沖縄県文化環境部北部、土木事務所一般国道449号。ありがとうございます。